どうも皆さんこんにちは。今日はエプソンのプリンター2機種の比較をやっていきます。今回の動画はなんとエプソンさんとのタイアップということで、すごく贅沢な比較をさせていただきました。内容も盛りだくさんなので、まずは動画内でどんな話をするのかっていうのを今から目次紹介していきます。第1章では今回使用するプリンターの特徴を紹介します。使用したプリンターはいわゆる写真高画質プリンターカテゴリーに属する2機種です。こちら SCPX-1V と EWM973A3T です。この2機種それぞれどういったところが魅力的なのか、その辺をお話ししたいと思います。ちなみにこちらの SCPX-1V は私の個人所有の機材で、今で1年数ヶ月使ってます。でこちらの EWM973A3T の方は今ねエプソンさんからお借りしている機材です。で次第2章では今回のメイントピック、プリント用紙別仕上がり比較です。同じ用紙を使って同一データをそれぞれこの2機種でプリントすると仕上がりにどんな差が出るのかっていうのを見ていきたいと思います。これね今ちょっと先に言っちゃうと、同じ設定でプリントしても色の出方に差がありました。なので購入検討されている方は第2章は必見だと思います。でプリント用紙もエプソンの高級純正紙とその他のメーカーの贅沢なアート紙をたくさん種類使わせていただきました。皆さんが使ってみたいアート紙も入っていると思います。今後の用紙選びの参考にしていただけたらと思います。で次第3章では SCPX-1V の有利性と、この PX-1V とPX-1VL でできるプリント設定についてのお話をしたいと思います。今回使ったこの2機種どちらの機材にもそれぞれ利点はあるんですけれども、私的に PX-1V でこれがすごく便利と思った機能があります。第3章ではそれを皆さんに紹介したいと思います。そして第4章では写真愛好家の立場から見た場合、どちらの機種をおすすめするのかお話ししたいと思います。そして第5章 PX-1V を1年使っての私の経験談をお話しします。こんな感じで今日は話を進めていくんですけれども、ちょっと内容が盛りだくさんなので動画が長くなると思うんですね。なので動画概要欄で目次分けしておくので、知りたい情報だけ見てもらうっていうのもありだと思います。それでは始めていきます。まず第1章、今回使用するプリンターの特徴です。プリンター購入を検討されている方、この2機種で迷っているっていう方いるんじゃないでしょうか。実は私も PX-1V を購入する前にこっちのね973にちょっと心惹かれた瞬間もあったんですよ。というわけでこの2機種どんな違いがあるのか見ていきます。まず一番の大きな違いはインクのタイプです。 SCPX-1V の方は10色の顔料インクタイプです。でこちらの EWM973A3T は染料インクプラス顔料インクっていう混合タイプです。インクのカラーは全6色なんですけど、マットブラックだけ顔料とのことで、染料の優れた点と顔料の優れた点をそれぞれいいとこ取りした結果が得られるっていうのが特徴です。PX-1V の方はインクカートリッジタイプです。私これ1年ちょっと使ってるんですけど、この10色のインクの中でライトグレーだけ突出して減りが早いです。正確に観測したわけではないんですけど、他の色のインクと比較すると 1.5 倍ぐらいのスピードで減る感じがします。でこのインクは単色でも販売されているので、なくなった色だけを購入することもできます。たまたま今回この動画の撮影中にも PX-1V のライトグレーが切れたので入れ替えました。こんな感じで入れ替えはとても簡単です。で973の方はエコタンク方式となっていて、ボトルからインクを注入して補充するタイプです。これカートリッジ取り替えタイプよりも手間がかかるっていうイメージだったんですけど、実際やってみたらすごく簡単でした。これプリンターの初期設定の時にインクを入れてる様子なんですけど、付属してくるインクをこんな風に入れていきます。で満タンに補充されると自動的に補充がストップするので、ボトルを外して蓋をするっていうのを各色繰り返します。
残ったインクは次の補充の時にまた使えるのでキャップを閉めて置いておきます。補充の仕方もこの画面でワンステップごとに細かく指示してくれるので、初めての時はね、これを見ながら順番にやっていくと簡単にできます。そもそも染料顔料ってね、何がどう違うのっていう基本的な疑問がある方も多いと思います。染料はその漢字の示す通り紙が染まるっていうイメージです。インクが紙に染み込んでいく、液体が紙に吸収されるっていうイメージですね。それに対して顔料は紙の表面にインクの粒子が乗っかるっていうイメージです。今回使ってて染料の方で私が気になった点は、インクが完全に乾くまでにね、1日2日3日っていうね、こう日数単位で時間がかかるっていうところです。プリンターから出てきたばっかりの時の色とインクが完全に乾いた後では色が変化するんですよ。例えばプリントして3日ほど放置して色を定着させて、いざ仕上がりを見て、なんかちょっと違うなと思ったとします。そうするとそこからまた写真をレタッチし直して、プリントをし直して、さらに3日間インクの定着を待ってから最終確認とかいう風になるので、作品を最終形に持っていくまでに時間がかかってしまいます。提出締め切りがあるような作品をプリントするような場合は、前もって準備しておかないといけないです。一方顔料インクの方はというと、プリントしてすぐの時点から完全に安定するまでの間の色の変化が大きくないとのことで、プリント直後の結果が好みでなかった場合、すぐにレタッチし直してまたプリントするっていうのを短時間で繰り返すことができます。顔料インクの方が作品をスピーディーに仕上げることができるということになります。で、今回いろんな用紙を使ってこの料機でプリントしてみたんですけど、用紙のタイプによっては目で見てわかるぐらい染料顔料の質感の差が出ているものもありました。それについて第2章でまた触れるので、どんな違いがあるか楽しみにしていてください。染料顔料の違いについてもっと詳しく知りたいという方、エプソンのウェブサイトに分かりやすい比較解説があったので、ぜひそちらも見てみてください。リンクは概要欄に書いておきます。さっき私 PX1V を購入する前に973にちょっと惹かれた瞬間があったって言ったんですけど、どこに惹かれたかっていうと、ランニングコストです。要はね、インク代が973の方が断然お安く済むんですよ。ここにその比較があるんですけど、 PX1V が 21.3 円なのに対して973の方は 8.1 円ってなってます。今これ見てるのが小さな L 版での数値なので、そこまで大きな差には見えないんですけど、もしこれをね A3 伸びで100枚200枚のプリントを繰り返した場合、積もり積もって結構大きな差が出るよなと思って、一瞬こっちのね973に心惹かれました。で、お店に置いてあったプリントのサンプルを見てみても、そのプリントねすごく綺麗だったんですよ。なのでね、ちょっと一瞬心惹かれました。あとその他、973はコピーとかスキャンもできる複合機、 PX1V の方はそういった機能がないプリント専用機です。それから PX1V では数多くのサードパーティー用紙の ICC プロファイルの設定が簡単にできます。973の方では一部のサードパーティー用紙だけではあるんですけれども、手動で ICC プロファイルを一つ一つ設定することができます。これは第3章のトピックなので、ちょっとここでは省略するんですけれども、とりあえず今ここでは PX1V もしくは PX1VL の方が機能的に便利な場合があるって思っておいてください。他にもちょこちょこ違いはあるんですけど、どうでしょう皆さん、結局最終的に一番気になるのはプリント結果のクオリティなんじゃないでしょうか。どちらの機種が自分が思う通りの結果に仕上げてくれるのか、そこが一番気になる部分なんじゃないかなと思います。というわけで、今から第2章、プリント用紙別仕上がり比較で料機でプリントした写真の差を見比べてみたいと思います。ここでは一つの写真データをこの料機でプリントして、その仕上がりの差を見ていきます。たくさんの種類の用紙を使っていろいろな写真をプリントしてみたので、そこにどんな差があるのか見ていきます。プリントにはエプソンプリントレイアウトというソフトを使用しました。これはパソコンだけでなく、スマホやタブレットで使用することもできます。今回私は Mac でこのソフトを使いました。このアプリ、プリントの設定がすごく簡単にできて使い勝手がいいです。
です。こんな感じでプリントする写真をドラッグ&ドロップして、画面右側でプリント設定をコントロールします。今回使った用紙の種類は全部で14種類、そのうち光沢系が2種類、半光沢系が1種類、マット系の紙が6種類、バラ板系の紙が3種類、和紙が2種類です。今回マット系の用紙を多く試しました。っていうのも、ちょっと前に私のインスタグラムの方でプリント用紙で興味があるのは何系の紙ですかっていうアンケートを取ってみたんですよ。そしたらマット系っていう答えが 70% 近くになりました。私自身は今までマット系の用紙を使ったことがなかったんですけど、そこまで人気があるならぜひ使ってみたいなと思って、今回マット系の紙を多めに試してみました。まず光沢系の用紙を見ていきます。エプソンの純正用紙で、写真用紙クリスピア高光沢です。これね、今この画面でその差がうまく見せられているかどうかわからないんですけど、プリント面の光沢感の質感に差がありました。 PX1V の方のプリント面はというと、なんかねちょっとドライな質感がある光沢感なんですよ。で、973の方は水面を見ているような濡れたツヤツヤな感じがあります。これが多分さっき言った染料と顔料の差なのかなって思いました。で、これねエプソンのサイトにも書いてあったんですよ。まさにここに書いてある通りでした。で、今写真表面の質感についてお話ししたんですけど、次は色についてお話しします。これもね、ちゃんとこの画面で違い見せられているかどうかわからないんですけど、それぞれ色の印象が微妙に違います。この写真の場合、分かりやすいのが壁と扉の部分なんですけど、赤と黄色が973の方が淡く見えるっていうか、ちょっと白っぽいっていうか、色が薄く見えます。で、あと PX1V の方が黒のインパクトが強いです。じゃあどっちの色がいいのかっていうと、自分がパソコンで見てた色、自分が編集して仕上げた色に近い方がいい色っていうことになるので、その視点で選ぶと PX1V です。この写真は全体が暖色系の写真だったんですけど、今度は寒色系の写真で見比べてみます。寒色系の写真で見る方が色の違いが分かりやすいかもしれないです。973の方が全体的にうっすら緑っぽいっていうか、ちょっとね黄緑っぽいんですよ。ビーチの砂の色の印象も違います。好みとしてはこのほんのり緑がかった973のプリントは、私もね嫌いではなくていい色だなって思うのは思うんですけど、実際自分がパソコンの画面で見ていた色は PX1V の方に近いので、 PX1V の方がいいっていうことになります。ちなみに私が使っているパソコンのディスプレイは Mac のスタジオディスプレイです。画面で見ている色と PX1V から出てくる色が完全に同じとはいかないんですけれども、画面の印象にかなり近いものが出てくるっていう印象です。この後見ていく他の用紙でも973でプリントすると全体的にちょっと緑色がかる傾向がありました。使う用紙によってその緑が強めに出たり、ほんのり出るだけだったり、緑の強弱の差はありました。このクリスピアの場合はエプソン純正紙なので、プリント設定画面でクリスピアを選んでおけば最適化されたプロファイルでプリントできるので、緑の出方も最小限に抑えられてたんじゃないかなと思います。では次の光沢紙です。こちらはイルフォードのメタリックグロスという用紙です。これその名の通り、表面に微粒子のキラキラ感がある紙で、紙を持った時の質感は紙っていうよりもフィルムみたいな感触です。この写真の黄色い部分にそのキラキラ感が加わったら綺麗かなと思って、この写真をプリントしてみました。この用紙の場合も紙表面の光沢感を感じるのは973の方です。光沢紙の濡れたような質感を表現するのは973の方が断然得意なんじゃないかなと思います。で、この紙特有のメタリックな微粒子の感じ、これもねちょっとこの2つで差があります。 PX1V の方はねちょっとスモーキーなメタリック感になってます。で、色の出方について、これもね PX1V の方がパソコン画面の色に近いです。この写真のほとんどの部分がブロンズがかったゴールドなので、この2枚ちょっとね見分けがつきにくいんですけど、肉眼で見ると973の方にはやっぱり緑っぽい色が出てます。あと973、黄色っていうのかな、ゴールドっていうのか、この壁の色もちょっと淡くなってる感じです。で、これ紙のせいなのかプリンターのせいなのかわからないんですけど、なぜかこの紙
みだけ PX1V でも、973でもなんかねちょっとこういう細かい傷みたいなのが出ちゃうんですよ。これホコリの上にインクが乗っちゃってこういう風になるのかな。1枚目プリントしてみたら973の方でね結構その傷みたいなのが目立っていたのでまた別の日に改めてプリントし直したんですけどまた同じような感じでこういうねなんかこうちょっと小さい傷みたいなのがついてたのでもう諦めて3枚目はプリントしなかったです。もしかしたらねこの紙だいぶ繊細なのかなっていうふうに思いました。で次今回唯一の半光沢絹目調の用紙です。イルフォードのラスターシルクです。これはエプソンの純正の写真用紙絹目調よりももっとしっかり凹凸感のある絹目です。紙の地色が純白に近いぐらいの白で表面もね紙っていうよりも細かい凹凸のあるフィルムっていう感じです。ウェディングドレスとかあとなんかこうお見合い写真とかなんかそういうのに向いてるんじゃないかなと思いました。で色味はというとこれ2枚全然違うっていうぐらい違います。973の方はね緑っぽい色が全体にうっすらかかっているのと PX1V の方が黒がしっかり出ているせいか写真全体の締まりがいいです。で973の方はパソコン画面で見てた色とは別物になってます。ただこれちょっとね誤解しないでほしいのは自分がパソコンで見てた色と違うっていうだけでプリントのクオリティが悪いっていう意味ではないです。973の方もね細かいところまですごく丁寧に描写されててプリントの質感はとても綺麗です。それからさっき光沢紙ではねこれ染料だ顔料だってなんとなくわかるかなっていうような話をしたんですけどこの用紙ではねそういった違いは見えないです。では次からマット系の用紙を見ていきます。まずこちらエプソンの純正紙でエプソンフォトマット紙です。これもね他の写真と同じようにパソコン画面で見ていた色に近いのは PX1V です。で973の方はさっきまでと同じで全体的にうっすら緑がかっている感じです。あとやっぱり PX1V の黒がぐっと締まって見えるんですよ。手元の近い距離で見ている分にはそんなに差があるようには見えないんですけど少し離して見てみると PX1V の方が画像全体が締まって見えるんですよ。で見た目これは顔料だこれは染料だっていうのはね全くわからないです。では次エプソンのベルベットファインアートペーパーです。この紙は表面にほんの少しザラッとした質感があって適度な厚みもあるので高級感があるのと紙の地色が純白すぎない適度な白でモノクロ写真に使いやすいかもと思ってプリントしてみました。これね横に並べてじっと見比べないとわからないぐらいなんですけど全体の色味が違います。一見同じような白黒グレーでも973の方は全体的にやや黄色っぽいっていうかねこうちょっと黄緑っぽいっていうかそういうニュアンスが見えます。 PX1V の方がピュアなグレーに見えます。パソコン画面での見た目に近いのはやっぱりこれも PX1V の方です。ブラック部分の階調はというと973の方がややソフトな感じだと思います。これもねさっきと同じで手元で2枚を見比べている分にはそんなに黒の差は感じないんですけど少し自分から離してみた時にそれを感じます。今ご覧いただいた2種類のマット系の用紙はエプソンの純正紙だったのでプリント設定時に用紙種類も選択できて最適化されたプロファイルでプリントをすることができました。そのおかげか緑かぶりも最小限に抑えられている感じです。これらに対して今からご覧いただく用紙サードパーティー用紙なのでちょっとねここから973での緑かぶりがきつくなってます。では次イルフォードのマットコットンメディナーです。これは紙表面の凹凸感が特徴的なマット紙です。これもモノクロ写真をプリントしてみたんですけど973の方強めの緑かぶりが出てます。このままだともはや白黒写真のグレーっていう感じではなくなっちゃってるのでレタッチで緑色を抜くとかしないといけないですね。もしくはエプソンプリントレイアウトのカラー設定のモノクロ写真で色を調節していくっていうことになると思います。色以外の写りとしてはこの辺
のねコンクリートの色の濃淡とか、この人物の髪の毛とか腕とか足の細かい体毛とかもすごく細かく再現されているし、プリントのクオリティそのものに関しては優劣をつけるっていう感じではないです。どちらもとても綺麗です。では次の紙、イルフォードファインアートテクスチャードシルクです。この紙はさっき見てもらったエプソンベルベットファインアートペーパーと質感がすごくよく似てるんですけど、ベルベットファインアートペーパーよりもほんの少しニュアンス髪の地色がきなりよりかなって感じです。でこれもね結構2機種で顕著な色の差が出てます。973の方では全体的に緑がかった感じに仕上がってます。ちょっとねこの緑かぶりに目がいってしまうので単純な比較がしにくいんですけど、どっちかっていうとやっぱりね PX1V の方が黒が締まってる印象です。細かいところで言うとこの帽子の編み目のところを見てもPX1V の方がラインがくっきり見えてる感じです。本当ね違いを無理やり探し出すっていう感じなので、正直色の問題さえ解決できればどちらのプリンターを使っても綺麗だと思います。次、イルフォードテクスチャードコットンラグです。これさっきのファインアートテクスチャードシルクとよく似てるんですけど、それよりも厚みと張りがあるっていうのと、あとねこっちの方がほんの少し地色がやや純白寄りかなっていう感じです。それからこれも97さんの方は緑色がかってます。今見てきた中でもねかなり緑かぶりが強めな感じがします。まあ、97さんの方はもうね緑がかったグレーではなくてグレーがかった緑っていう感じです。緑かぶりもここまで来ると色のことを省いて話すっていうのはちょっと無理があるんですけど、まあ、その他の違い見てみます。両方とも逆光で光っている髪の毛一本一本の線の出方とか見てもすごく細かいところまで綺麗に写ってるし、あと顔の産毛の一本一本までしっかり再現してます。あとお肌のシミとかそばかすとか、要は皮膚の色の濃淡みたいなところを見てみると、97さんの方はねそういう濃淡があんまり目立たない感じになってます。 PX1V の方はそれがくっきりめに見えます。あと右側の人物が被っている帽子の影、973の方が会長が柔らかいです。次、ピクトリコデザインペーパープラスです。この紙は今回使ったマット系の紙の中で一番紙の地色が純白に近いです。そのせいかインクの色がピュアに出てます。パソコンモニターで見てた映像がそのまま出てきたっていう感じです。色再現がすごいです。 PX1V の方のプリントを見た時に思わずねえって声出して驚いたぐらいモニターで見てた色と近いです。ここまで見てきた他の用紙でも PX1V の色はパソコンで見た色とほとんどギャップはないんですけど、その中でもこれはね最強かもしれないです。でこの写真、もともとこのガラスの部分が緑色系統の色なので緑かぶりちょっと分かりにくいんですけど、写真の右半分で色比較してみると97さんの方は薄いピンク色のニュアンスが失せて、うっすら緑とかね黄色っぽいニュアンスになってます。あとこの赤いトラックの色も微妙に違う色になってます。この紙とエプソンのフォトマット紙、触った感じ質感がよく似てて、プリントされた時のプリント面の質感もよく似てるんですけど、こっちの方が紙の地色が純白寄りなんですよ。なのでエプソンのフォトマット紙を使って質感は気に入ってるんだけど地色はもっと白い紙がいいなって思ったらこっちを使ってみるといいかもしれないです。ではここからバラ板系の用紙を見ていきます。まずはイルフォードゴールドファイバーグロスです。紙の特徴としては私が今まで使ったことのあるバラ板系の紙と比べると表面にほんのりフェード感が出るなと感じました。なのでバラ板の雰囲気を保ちつつも少し柔らかい雰囲気になっていると思います。で色なんですけど、これもねさっきまでと同様97さんの方は全体的に少し寒色系の色がかかっています。これも PX1V の方がパソコンで見ていた色味に近いです。でこの用紙の場合プリントされた部分の表面の質感もちょっとね違いがあります。PX1V の方は紙の表面のコーティングの上品な光沢感が十分見えるのに対して、97さんの方ではその光沢感が少し
減ってほんのりマットな感じになってます。なのでプリントした後の質感の好みによって PX1V がいいのか973の方がいいのか好みが分かれるんじゃないかなと思いました。あとシャドウのところとかを見てみると973の方がコントラストが高く出ているような感じです。次イルフォードゴールドファイバーパールです。これ今見たゴールドファイバーグロスとよく似てます。用紙の最後のところがパールってなってるんですけど、実際これパール感が目に見えるかっていうとそうではないです。さっきのゴールドファイバーグロスと比較してこっちの方がちょっと髪の地色が気なり寄りです。正直この2種類の髪の差それ以外感じないです。でね、この用紙973と相性が良くないのか2回プリントし直したんですけど同じ箇所にこういうプリントトラブルが発生するんですよ。なので973とこの髪ちょっと相性が良くないのかなと思いました。色味だけ比べてみるとこれも973の方は緑がかってます。あとさっきのイルフォードゴールドファイバーグロスと同じでこれも PX1V の方はプリント面の光沢感を感じるのに対して973ではその光沢感がやや抑えめになってます。次ピクトリコ月光シルバーラベルプラスです。これ私の中では今回使ったバラ板系の髪の中で一番好みの質感です。この前に見たイルフォードの2種類のバラ板用紙に比べてこっちの方が髪表面のキメが細かくて繊細なザラザラ感があります。このプリント面とても綺麗です。プリントの色味は973の方が、ほんのり緑かぶりしてます。ただねこれの場合はちょっと緑っていうよりも黄色っぽいかな。ピクトリコの用紙を使用する場合は973でもピクトリコが公開している ICC プロファイルを使用することができるので緑かぶりかなり抑えられていると思いました。では次和紙を見ていきます。今回2種類の和紙を使ってみました。まず1種類目伊勢和紙フォト平織り目です。これは伊勢和紙のプリント用紙の中でもおそらく一番万能で癖が少ないんじゃないかなと思って使ってみました。この和紙は片面がザラッとした面質になっていてその裏の面質が結構スベスベツルツルになってます。両面どちらの面にもプリントすることができるんですけど今回はより和紙感を感じる目の粗い方を選択してプリントしてみました。髪の地色も純白系の白なので写真の色の邪魔にならないんじゃないかなと思いました。973の方にはねよく見るとほんのり緑っぽい色が出てます。これもパソコンモニターで見てた色は PX1V の方が近いです。ただ伊勢和紙を使用するときは伊勢和紙が公開している ICC プロファイルでプリント設定することができるのでこの緑かぶり最小限に抑えられています。この写真雨の夜の街中の写真なので普段だったら迷わず光沢系の紙を選ぶ写真なんですけど真逆の和紙を使うとどうなるんだろうと思ってやってみました。そしたらね全然違和感ないどころかボケの感じが和紙のふわっとした質感とマッチしていい結果になりました。でこの和紙の面質が雪景色と合うんじゃないかなと思って雪景色を PX1V でプリントしてみました。和紙のふわっとした面質が雪の雰囲気と合っててすごく気に入りました。雪の面積が多い写真なんですけど和紙のふわふわザラザラな面質と雪の質感とか組み合わさって雰囲気アップしました。もう一つこれと同じ時に撮った写真もプリントしてみました。この真ん中のところ雪景色の中を走ってる電車なんですけどこれなんか写真じゃなくて絵みたいな感じになってますね。この用紙平織り目は和紙の中では髪の地色が白い方なので初めて和紙プリント用紙を使うっていう方にもとっても扱いやすい用紙なんじゃないかなと思いました。で次最後なんですけど手すき伊勢和紙伊勢皮紙風章です。これも片面ずつ粗い面質とスムースな面質とがあってどちらにもプリントすることができます。これはねスムースな面にプリントしてみました。この紙結構薄くて透け感があるんですけどしっかりとした張り感があります。和紙のプリントではパソコン画面で見ている時と違ってかなりねフェード感がプラスされたようなソフトな印象になるのでお花とかイメージ合うかもと思ってこれプリントしてみました。あとこの紙は光に当たるとシルキーな光沢感があるんですよ。和紙のマットな質感にうっすら光沢があってとても綺麗です。 PX1V と973の比較なんですけど、全体的なフェード感
感が973の方が強くてソフトな印象に仕上がりました。この紙は薬剤とかでにじみ止め加工をしていない紙とのことなので、もしかしたらね、染料インクは紙に吸い込まれて少しにじみやすいのかなというふうに思いました。隣に並べて比較すると PX1V の方がコントラストがあります。973の方はちょっとねソフトな印象です。それから色なんですけど、このアジサイの色見ても分かるように、 PX1V の方は紫色系の色出てるんですけど、973の方はベビーブルーみたいな色になってます。ただ伊勢和紙さんが公開している973用の ICC プロファイル、なんとね3パターンもあるんですよ。仕上げたい雰囲気によってそれらを使い分けることができます。今回は一番上にあるスタートにおすすめの設定っていうのを使ったんですけど、その下にある黒がはっきり出る設定とか色が鮮やかに出る設定とかを使うと、もう少し違う結果が出るかもしれないので、973でいろいろ試してみたいっていう方はこちらも試してみてください。次、第3章 SCPX1V の有利な点です。第2章で973の方では緑かぶりが見られて、特にイルフォードの用紙を使った際には緑かぶりが顕著だったっていう結果になったんですけど、その理由はこれだろうなっていう原因は分かってるんですよ。さっきからちょこちょこ話の中に出てきている ICC プロファイル、これがキーワードになってきます。これ何かっていうと、難しい専門的なことはね、皆さんそれぞれ検索して調べてもらうとして、大まかな理解としては、 ICC プロファイルはパソコン画面で見た時の写真の色とプリントした時の色のギャップを解消してくれるツールです。エプソンの純正紙を使う場合、エプソンプリントレイアウトで用紙選択をすると、その時点でもともと備わっている ICC プロファイルが適用されて、画面で見ている色とギャップの少ない色でプリントすることができます。で、サードパーティー用紙を使用する場合は、これがもともと備わっていないので、パソコン画面で見ている色と実際プリントされる色にギャップが生じるっていうことが起こります。なので用紙メーカーによっては、各プリンター別に ICC プロファイルを公開してくれていて、使いたい方は使ってくださいってなってます。これね、使うのと使わないのとではプリント結果が全然違うので、絶対に使った方がいいです。ただ今の時点では、全てのサードパーティー用紙メーカーが全てのプリンター向けにこの ICC プロファイルを公開しているわけではないです。現状 PX1V 用の ICC プロファイルは多くのサードパーティー用紙メーカーがすでに公開しています。今回も PX1V でのプリント時にはそれを使ったので、パソコン画面で見ている色とほとんどギャップなくプリントすることができました。それに対して973用の ICC プロファイルを公開している用紙メーカー、まだまだ少ないです。例えば今回使った用紙で言うと、イルフォードは973用の ICC プロファイルまだ公開してないです。なので今回973でイルフォードの用紙を使うときは、ここの用紙設定をエプソン写真用紙にしてみたり、エプソンフォトマット紙にしてみたり、ベルベットファインアートペーパーにしてみたり、とりあえず他の用紙設定で代用するしかないです。一応これも用紙メーカーがこれを使ってくださいって指定しているものなんですけれども、結果的には色が思った通りにはなりませんでした。で、ピクトリコと伊勢和紙は973用の ICC プロファイルをすでに公開しているので、今回それを使いました。やっぱりメーカーが公開している ICC プロファイルを使うと、973でも色が改善されます。例えばこれはピクトリコ月光シルバーラベルプラスなんですけど、これが PX1V で ICC プロファイルを使用したもので、こっちが973で ICC プロファイルを使わなかったもので、これが973で ICC プロファイルを使ったものです。パソコン画面で見たものに一番近い印象なのは PX1V なんですけど、973で ICC プロファイルを使ったものもほとんどそれに近い感じでプリントすることができました。というわけで、サードパーティー用紙メーカーが公開している ICC プロファイル、必ず使った方がいいです。イルフォードの用紙、とても魅力的なものが多いので、ぜひ早く973用の ICC プロファイルも公開してくれるといいなと思います。で、さらに PX1V ではこの ICC プロファイルを含めた EMX ファイルを使用することができます。これは973ではできない機能
ようです。ちょっとねこの画面をご覧いただくと書いてあるんですけど、用紙ごとに最適な印刷をするための情報が格納されたファイルで、 ICC プロファイルだけでなく用紙圧やプラテンギャップなどのプリント設定情報が反映されますとあります。このね後半の部分、専門用語が入ってて何言ってるのかわからないっていう感じなんですけれども、要は用紙の厚みとか質とか用紙の特性の情報がこの EMX ファイルには含まれているので、これを使用することによって色の再現だけでなくプリンター使用時に起こりがちな紙詰まりとか紙に傷がついちゃうとか、あとインクが引きずられてしまうとか機械的なトラブルを回避することができます。例えば厚さ200ミクロンの光沢紙を使う場合と厚さ500ミクロンのコットンマット紙を使うのとではプリンター内部の細かいセッティングも変わるわけなんですけれども、それを自動的に制御してくれるということです。この EMX ファイルのインストールも Epson メディアインストーラーっていうアプリを使って簡単に行うことができます。では次、第4章、私がおすすめする機材はどっち。今までのところを全部見ていただいた方はすでにお分かりだと思うんですけれども、私が勧める機種はこっち SCPX-1V です。理由としてはまずね、第3章でお話ししたサードパーティー用紙の EMX ファイルが使用できるっていう点、これが一番大きいです。この EMX ファイルのおかげで今回使用した用紙すべてにおいて PX1V の方が見てるパソコンの画面とほぼギャップがない感じでプリントすることができたし、印刷中のプリンターの機械的トラブルも一回もありませんでした。973でもエプソン純正紙やサードパーティーの ICC プロファイルを使える用紙ではかなりパソコン画面の色や印象に近くはなってたんですけど、イルフォードの用紙ではねこの ICC プロファイルがなかったっていうのと紙の特性を登録できないので印刷中の機械的トラブルもありました。より多くの種類のサードパーティー用紙を使っていろいろ試したいっていう方の場合、973だとねちょっとストレスを感じると思います。ちょっとねここで973でどんな機械的トラブルがあったのか見てもらいます。まずこういう感じでインクが引きずられたようなトラブルがありました。これたまたまちょっと調子悪かったのかなと思って一応2回プリントし直したんですけど、この紙を使うとねどうしても同じところにトラブルが出るので、この紙と973は相性良くないのかなと思って諦めました。あとこういう感じで紙を部分的に圧縮したようなラインが入ってしまいました。これも紙の厚みを分かっていないので変に部分的にきつく押さえてしまったっていうのが原因じゃないかなと思いました。それからこれ紙送りが正常に行われず少し斜めにプリントされちゃうっていうのが何回かありました。これもねおそらく紙の厚みをプリンターが理解していないっていうのが原因だと思います。それから973で分厚めの紙を使用するときはプリンターの背面を開けて部品を付け替えて1枚1枚自分の手で紙を入れていく手差し休止っていう方法になるんですけど、蓋を開けるとか部品を付け替えるとかね、ちょっと小さな作業ではあるんですけど面倒くさがりの方には向いていないんじゃないかなと思います。私もね結構面倒くさがりなのでそれ面倒くさいなと思いました。あとこの手差し休止を使用する場合、背面トレイで休止するときとは違ってプリントサイズが限られちゃいます。 A4 サイズの用紙を使用する場合、写真の長辺の長さを257ミリまでしか設定できないんですよ。これだとねちょっと自由度が下がるので私にとってはマイナスポイントかなと思いました。それから思ったのは PX1V の顔料インクの乾きが早いっていうのはやっぱり有利です。今回見てもらったサンプルプリントはプリントしてから1週間以上経ったものを見てもらったんですけど、973でプリントした方はインクが安定するまでねやっぱりかなり時間がかかりました。プリントしたての時の色と数日経ってからの色ではね確かになんとなくね色が違うんですよ。なのでインクの定着を数日待ってからしか最終の色が見えないっていうのはねちょっとね時間がかかりすぎるなって思いました。973の方でこれは魅力的だなと思ったのはクリスピアでのツヤ感です。これはね本当973の方が綺麗でした。
このツヤ感ね、PX1V でも出せたらいいのになと思います。なのでエプソン純正の光沢紙しか使う予定はないっていう方の場合は973もありってなると思います。では次、第5章 PX1V を1年使っての私の経験談です。 PX1V を買ってはみたものの、なんかちょっと思い通りの色とか雰囲気にならないんだけどって思ってる方いないですか？実はね、私もそうだったんですよ。今回エプソンの方に教えていただいて、それが解決しました。本当ね、めちゃめちゃ基本的なところだったんですけど、カラー設定のタイプのところで ICC プロファイルを選択しなきゃいけないのに、私ずっとこれが最初の設定のままでプリンターによるカラー管理になってたんですよ。これにしてあると仕上がりがちょっとね、濃いめっていうのかな、なんかこうちょっと鮮やかめっていうのか、こってり感が出るんですね。なので以前私はこのプリンターはちょっと濃いめに出る機材なのかなと思って、写真編集の時にいろいろ変えてみたりしてたんですけど、単純にここの設定が間違ってただけでした。それからデジタル画面で見ている時用のレタッチとプリント用のレタッチは変えた方がいいなと感じてます。私普段デジタル用のレタッチの時にはあんまりね、明瞭度とかシャープとか、まあ、そういうのあんまり使わないんですけど、プリント用のレタッチの時はこう明瞭度、テクスチャー、シャープ、まあ、ここら辺の効果を使って少しキリッとさせておくぐらいの方が、いざプリントした時に思った通りの仕上がりになることが多いなと感じてます。あとこのプリンターの保管場所についてです。今回この動画企画で頻繁に PX1V 使うので、自分の作業デスクの近くに持ってきて置いてたんですよ。で、それがエアコンの真下でした。この季節ね、ずっと暖房つけてるので、乾燥した暖かい風が PX1V に四六時中直撃してたせいか、置き場所を写した途端にすっごいカスカスの色の抜けた写真がプリントされて出てくるようになっちゃいました。で、インクが詰まったのかなと思って、普通のプリントヘッドクリーニングを3回繰り返したんですけど、全然治らなくて、とうとう4回目強力なクリーニングっていうのをやって、やっと正常に戻りました。この3回4回と繰り返したクリーニングで一気にインクが減って、その減り加減にびっくりしました。今まで1年間このプリンターを使ってきて、ライトグレー以外はそんなね、思ったほどインクの減りが早くないな、想定内だなって思ってたんですけど、まさかプリントヘッドクリーニングでこんなに一気に減るとはと思ってね、ちょっと驚きました。もしかしたらこれね、原因は空気の乾燥だけではないかもしれないんですけど、一応ね、その後設置場所を変えたら、その後はずっと正常に動いているので、まあ、今後は、まあ、エアコンの真下とかはね、ちょっと置くのやめようかなと思います。では次、総括っていうかね、感想を話していきます。今回こういうタイアップ企画をいただいて、改めてプリンターのことを知ることができたし、いろんな紙にプリントさせていただいてとても楽しかったです。同じ写真でも使う用紙によって写真の印象が変わるっていうのもワクワクします。特に今回私マット系の用紙初めて使ったんですけど、これがパソコン画面で見ている写真にマット紙特有のフェード感効果みたいなのが加わって、自分が想定していたものとはまたちょっと違うものになるんですよ。毎回プリンターから出てくるのが楽しみで、おお、そうなるかみたいな感じで、プリンターから出てくるところをね、ついついじっと眺めちゃいました。あと PX1V はプリント中の様子をここから眺めることができるんですよ。なのでついついね、ここじっと見ちゃいます。プリンターから出てきたばっかりの時はインクが落ち着いてないので、とりあえず一晩置いてからもう一回見直すんですけど、またそれをね、じっと見ちゃうんですよ。で、最初手元の距離で、まあ、こんな感じでね、見てて、で次、まあ、ちょっと離して見てみて、でその後マットに挟んで見てみて、でその後ね、額に入れて眺めたりとかして、結構ね、1枚で、まあ、どれぐらいかな、結構長い間楽しんでます。
で毎回毎回別の写真をプリントするたびに同じことを繰り返して遊んでしまうので、ここの動画作るスピードはね全然上がらなくて、最後やばいやばいと思って、ね、ちょっとスピード上げました。今まで PX1V を使っててプリントされた結果が気に入らなければ、この写真プリントに向いてないのかなぐらいな感じに思って、あんまりねプリント結果について深く考えることもなかったんですけど、今回この企画のおかげで年末からずっと家にいる時はひたすらプリントを繰り返すみたいな生活をしてたんですよ。そしたら設定の仕方次第でこんなに結果が変わるとか、プリントに適した写真のレタッチ方法をもう一回考え直すとか、あとサンプル写真用に昔撮った写真を見返してたら、こういう撮り方の写真はプリントには向かないから今後は撮影する時に気をつけようとか、プリンターそのもののことだけでなくて撮影、編集、プリントっていう広い範囲でいろいろ考え直すことができて、すごくいい機会になりました。よくプリントすると写真は上達するっていうじゃないですか。今回ね、あ、そういうことかって納得しました。プリントすることによってそれにまつわる様々なことを複合的に見直して勉強することになるので、それが写真上達の助けになるかなと思いました。それからね、デジタルで見ていた時にはそんなに特別だなと思わなかった写真もプリントして額装すると別物のようによく見えたりするプリントマジックみたいなのがあります。また近々額装の話も動画作りたいなと思ってますので、よかったらご覧ください。ということで今日は以上です。また次回会いましょう。さよなら。